では、グレード試験ですね、ヘッドの種類についてお話していきたいと思います。でヘッドの種類なんですけども、シェアがナンバーワンのメーカーの商品名で覚えていただければと思います。おそらく共通のものはないんですね。なんでシェアナンバーワンなのが、取れるかな、あ、これですね、ここレモって書いてある、この王冠のマークのこの、メーカーなんですけども、ここがあのヘッドのメーカーで、かなりシェアが広いんで、この商品名さえ知ってれば、大体通じます。はい、なんでその商品名を覚えましょうみたいな、そんな形ですね。でこれを覚えておくと、前スネアを持った時ですね、パーツどう交換しようかなっていうんで、一番はその銅の種類によって音が変わったりするんですけど、種類とかあの深さとかですね。で次に変わるとしたらそのヘッドの種類なんですね。なんでヘッドの上の、まあ、ヘッドの上の顔のことをヘッドっていうんですけども、そのヘッドの種類によってまた音が変わったりするんで、まあ、いろんな組み合わせを楽しめるために、まあ、これをちょっと覚えていただきたいなと思っております。はい、で、まあ、定番のもの、まあ、5種類ってところで簡単なところからやっていきます。コーテッドですね、まずコーテッドなのかな、コーテッドですね、はい、これスネアドラムの白いやつからコーテッドです。次にクリアですね、まあ、そのままの透明なやつがそうです。教室では色がついてるんですけども、色がついてないのもクリアヘッドと言います。はい、ちなみにあっちの色がついてるのはこうどっちかというとコーテッドですね。メーカーが違うんでコーテッドって名前がついてないんですけども、あの SL ヘッドみたいな感じで全然違うんですが、はい、まあコーテッドで多分通じます、はい、次にピンストライプ、これもありましたね、ピンストライプと、あ、ごめんなさい、ピンストライプはあれか、このなんか中に丸がついてるんですね、CS、これがコントロール、コントロールサウンド、サウンドっていう、はい、ごめんなさい、これが、ま、的がついてるやつですね。真ん中にこう的がついてる、今使ってるこのスニアの、CS っていう商品名になってます。はい、でピンストライプは周りにちょっと黒い縁がついてるもので、今ここにはないんですけども、二重になってたりします。はい、二重になっててちょっと丈夫だったりします。まあ、この辺覚えておけばいいんですけど、あとは一応スネアサイドっていうのをお話します。サイドって名前なんですけど裏なんですよ。ドラムの裏のことをスネアサイドって、まあヘッドの裏のヘッドくださいって言えば多分大体通じるんですけど一応スネアサイドっていうことですね。はい、もうこれ辺覚えておけば十分かなと思います。あの調べていくと、あのその他もうたくさんあったりするんですね。で商品名なんで、あのなんとか3とかなんかもうなんか似たような感じがいっぱいあったりするんですけど、でその中であの、まあ、これも派生であるんですけど、全部そうですね、厚さがみんなバラバラになってます。まず一番薄いのがディプロマットでアンバサダーエンペラーっていう、はい、厚さの種類ですね。ディプロマットに関しては一番薄いあの革を使ってて、アンバサダーが中間でエンペラーが一番厚いっていう、エンペラーは確か二重になってたと思います。アンバサダー、ディプロマットみたいなのが薄いのが二重になってて、まあ、結構頑丈になってるっていう、はい、ものです。なのでこれよく見ると、あ、ここ書いてあるんですよ、それに書いてコーテッドサウンド、あ、でもアンバサダーってここ書いてない、あ、そう、コントロールサウンドがコントロールサウンドコーテッドって書いてあるんですけど、結構、あ、これエンペラーですね、これエンペラー、あ、書いてありますね、はい、点でよく見ると実は書いてあってヒントがあったりします。ただ奥に使ってるあっちはアサプラ社っていうメーカーがちょっと違うやつなんで、あの250度がなんかその厚さのその数字の単位になったりするんで、まあこっちで覚えとけば困らないかなっていうんで、ご紹介します。まあこの5つと、まあ、こっちを入れていただいても大丈夫です。全部で8あるんで、その中で5個ぐらい覚えておけばっていうところですね。はい、以上となります。